オール・ホワイト・ヘッドは、イングランド出身の画家、イラストレーター、美術作家。ジェネシスや、バンダーグラフ・ジェネレーターなど、1970年代、カリスマレコード代表作のカバーアートで知られる、グラフィックアーティスト。第二次世界大戦が、終戦間際の1945年、ケント州ダートフォードに生まれる。同郷の同世代には、ローリングストーンズのミック・ジャガーや、 キース・リチャーズがいた。学校に通い始めた5歳の頃から絵を描くのが活発な少年期を過ごした。本人は学校では地理と美術以外、冴えない成績だったと答えている。そして奨学金制度を利用して、イギリスの名門オックスフォード大学に進学し、本格的な美術を学ぶ。大学卒業後、1960年代半ばのロンドンでのアートショーによって、 ジャズのレコードレーベルであるリバティレコードのロンドンオフィスにおける社内デザイナーに選ばれた。デザインした最初のレコードカバーは再発されたファッツドミノのアルバムカバーであった。これに続いてイギリス市場向けの他の再発版のための一連の作業が行われた。1968年タイムアウト・イン・ロンドン市のオリジナルアートディレクターとなり、それが アルバムカバーをさらに任されることにつながった。プロデューサーであるジョン・アンソニーとのミーティングの後、ホワイトヘッドはカリスマレコードの創設者であるトニー・ストラットン・スミスに紹介された。ストラットン・スミスはジェネシスに紹介し、1970年のアルバム、新入のカバーを担当するために雇われた。カリスマレコードはホワイトヘッド自身が作品を完全にクリエイティブに、 コントロールできるようにした。カリスマでは、ジェネシス、バン、ダーグラフ・ジェネレーター、リンディス・ファーン、ピーター・ハミルとのコラボレーションによる実り多い作品が続いた。特にピーター・ハミルのアルバムでは、フールズ・メイトとインカメラの録音にドラマーとしても客演している。1973年から米国ロサンゼルスに拠点を移し、フリーランスで活動。 アルバムカバーの制作は1970年代半ばを区切りに一旦途切れるが2000年代からまた活発化した。アイズヤーズファンデーションの創設者として1977年2月にドライブゾーアートギャラリーアートボードフェスティバルを考案して開催した。このフェスティバルではアーティストたちが寄付された看板に絵を描いていった。彼もまた壁画を作成し、 企業ロゴをデザインした。ホワイトヘッドはラスベガスのベガスワールドカジノで描いた最大の屋内壁画によってギネスブックに掲載された。ありがとうございます。